フルグラはカルビー株式会社が1991年から製造・販売している大ー麦、ライ麦などの穀物を主原料とした朝食グラノーラで同社の登録商標である。大ー麦、ライ麦などの穀物にシロップを混ぜ合わせて焼き上げたものにドライフルーツを加えて混ぜ袋に入れて販売されている2017年7月現在。 商品の戦略マーケティングが成功したこともあり、シリアルブランドでは売り上げ1位になっている。ザクザクとした食感で簡単に食べられて時間短縮になり、ヘルシーで栄養が取れることから主に朝食に用いられる。1988年にカルビー株式会社がシリアル食品市場に参入、シリアルカルビーグラノーラとして販売。 1991年にドライフルーツを入れたフルーツグラノーラが販売され、2004年からカルビー主会社の美味しい赤式し会社がシリアル業務を行い、発売20周年の2011年に以前から社内外で呼ばれていた愛称のフルグラに商品名称を変更し、カルビーの主力商品になっている。2020年から福原遥がイメージキャラクターを務めている。 同品は2021年に30周年を迎え、30周年中期、戦略を発表している。大紬、麦、ライム2個、玄米1個、米粉、小麦ふすま、小麦粉、コーンフラワー、アーモンド、ココナッツを細かくしたものに、シロップを混ぜ合わせる。機械にかけて、生地を平たく伸ばして1枚のシート状にする。オーブンでシート状のまま焼き上げ、それを砕く。 ドライフルーツやカボチャの種などを加えて混ぜる。そして包装して出荷する。ありがとうございます。